戸部遺跡の平野使用やめじゃに年収爆上げの舞台裏。戸部遺跡の舞台裏に迫る、決起集会。ジャニーズ事務所を辞め、滝沢秀明氏が設立した芸能事務所、戸部に移籍した元ジャニーズの平野使用が、新たなスタートを切ったことが話題となっている。その舞台裏には、滝沢氏との、決起集会、が存在したという。8月20日。 都内の高級中華料理店で行われた極秘の会合では、戸部所属のメンバーたちが一堂に会し、新たなスタートに向けた意気込みを語り合ったと伝えられている。スポーツ紙の取材によれば、初めての食事会とあって、お酒も進んで大盛り上がりだった、とのことだ。第一章、ジャニーズ時代との対比、戸部でのやりがい。現在、 ジャニーズ事務所は性加害問題の下中にあり、その中で戸部に移籍したメンバーたちは、新しいスタートに向けてやる気満々の様子だ。ジャニーズ時代を嘲笑うかのように、戸部に移籍した面々は、自分たちのやりたい仕事に邁進している。戸部のメンバーたちが自分たちの事務所を設立し、滝沢氏と共に新たなプロジェクトに取り組む姿勢は、ジャニーズ時代とは一線を画している。 滝沢氏はジャニーズ事務所の副社長を務めながら、仕事の終わりにギャラが少ないと感じていたタレントたちを見てきた経験から、飛べではタレントに有利な契約を構築することに力を入れているとされている。第2章、トベメンバーの活動と成功の兆し。飛べに移籍しタイムップは、8月18日にシングル、クルージンを世界同時配信し、話題を集めた。 また、三宅健と平野紫耀もソロ楽曲のレコーディングがすでに終了しており、それぞれが海外デビューを目指しているという。とべのメンバーは、それぞれが楽曲を配信し、売り上げや仕事に応じてインセンティブが支払われる仕組みになっている、と芸能記者は語る。さらに、ジャニーズ時代の年収をはるかに超えるとも報じられ、 トベの仕組みがメンバーにとって成功を約束するものとなっている。第3章。トベのビジネスモデルの特徴。今回のトベの遺跡において、注目すべきはそのビジネスモデルの得意性だ。一般的な節税目的の個人事務所設立とは異なり、トベでは売上や仕事に応じてしっかりとタレントに報酬が支払われる体制を整えている。イムップ以外の三宅。 平野、人流児の3人は、実質的にトベと業務委託契約を結んでおり、仕事に応じて取り決めた割合を、それぞれの会社に分配する仕組みになっている。これにより、タレントたちにとっては、非常に有利な契約となり、やる気を引き出す要因となっている。トベが、やめじゃに、にもたらす新たな可能性。 トベに移籍したメンバーたちの新たなスタートは、ジャニーズ事務所を辞めることで得た自由と、トベが提供する有利な契約によって支えられている。その活動の成功が、やめじゃに、のメンバーたちに新たな可能性を提示しており、今後ますますトベの勢いが加速していくことは確実である。トベのビジネスモデルは、従来のエンターテインメント業界における慣習を打破し、 タレントがその才能に見合った報酬を得ることを可能にしている。これがやめじゃににとっての新たな道を切り開く一翼を担っていると言えるだろう。